前回のバイオハザード4。なんでやねん、クレイトスさんいたぞ。おーい、大なずちでももうちょっと見えるて。バカ野郎、てめえ俺のマグナムを貸しやがってな。ベリーとベリー、よいしょ。ハロー、皆さんこんにちは、こんばんは、りょうと申します。さあ今回もバイオハザード4やっていきましょう。前回は、どこまでやったんかな、あんまり覚えてないですね。確かあの虫ゾーン抜けてなんかしたところやな。めっちゃ曖昧やわ。まあ、今回どんな感じになってるんでしょうか。まあとりあえずやっていきましょう。よし、ほんでなんかカラスがなんかワーワーがワーワーが言うとるけど、カラスって襲ってこんよな。窓なんで割った。エイダってどこら辺で出てくるんやったっけ。え、ここ暗っ。あー、中庭があってやけど、あー、あそこエイダや。だけど中庭はおそらくイージーやからスルーになるはず。オッケー、ほんならエイダ行こうか。なんでチャイナドレス。プチュヘンゼ、プチュヘンゼ。But following a lady's lead just isn't my style. インフンだね今。俺よりセクシーだぞ。Bit of advice. Try using knives next time. Works better for close. リメイクと全然違うな。このセリフは一緒だけど、動き全くリメイク違うわ。Long time no see. Ada. なんでグラサン外すまで分かれへん。True? About what? You, working with Wesker. Wesker と面識あるんやったっけ? Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? なんでレオン Wesker の名前知ってるんや? See you around. Ada!何しに出てきてん?あいつマジ何しに来たんや。あ、おっちゃんおるやん。黄色ハーブ売ろうか。さすがにな、こんないらんからな。1個3000円っすか?ショットガンマックスまで改造するわ。限定仕様は?相談数限界以上にアップ。やってみる一回。何発になんねこれ。え?ちょっと待って、100、え?行っても50とかやと思ったら、100発!ははは。いくらなんでもバケモンやろ、100発は。え、限定改造こんなエグいの。相談数100発はエグいな。リメイクでもなんのかな、限定改造で。いや、さすがにならんか。その辺のバランスはちゃんと取ってるやろ。これ食堂のギミックやな。パンよりチキンを。これ順番か。パンよりチキンを、チキンの後はデザートで。最後の晩餐では最後の品で全てが決まる。極上のワインはデザートの後でやろ。これワインだけじゃなかったっけ。そうやん。最後の晩餐の最後の品やから、結局最後のやつだけ撃てって話やん。俺これ覚えてるぞ。俺は知ってんだけどね。なんでやな、俺そっちに向かってへんやろ、今。いくらなんでも今のかかり方おかしいって、お前。わざわざ、律儀に相手をする、あれはないっすね。いると思ったわ、お前どっかに。あ、仮面の宝石。もう仮面撃ったわ。あー、でもここはね、用にた部屋は一応あったんよな。ロケランがあるとこやろ、これ。これでここが競り上がって、みたいな。まあ、用にた部屋あったよな。もう今月号ええねん。うるさい。編集が大変なんだけどよ、お前。ごめんやで。ごめんやで、おっちゃん。あー、これ出てくんな。あー、しかもこれ分離型や。燃えな。アッシュリーあいつどこ行ったん?あ、ここか。あ、ルイス。死にそう。早っ。早っ。ルーウィス!そんな大きいの入らないよ。サドラーがじきじきに出てくんのもなんか小物やな。サドラー!サドラー!ボイ、サラザー。We'll make sure you follow the same fate.どこ行くねん。 Stay with me, Lewis. もうしっかりしても無駄やろ。 I'm a researcher hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Here,
It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Lois! 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 いや、全く思い入れないから、オーバーリアクションにしか見えへんねんな。ちょっと冷たいか、さすがに。普通に飲み薬っていうな。注射じゃなかったけ、あ、次アスリーへんや。この仇は必ず取る。そんなに仲良くなかったやろ。ほんでアスリーのマークも出てきてるってな。何してんすか、アスリーさん。ブザーマだな、小娘。助けてほしいか。助けてください、レオン様と言え。仕方ない。この俺がお前を助けてやろう。動くんじゃねえぞ。そっから頭自力で抜けられるやろ。ここからパーソナルサービスやで、お前。俺助けてほしいと言え。助けてください、レオン S. ケネディ様と言え。仕方ない。こいつは貸しだからな。Talk about near death experience. はい、クソガキ。Ashley, get out of there! Get out of here!逃げろっつってんのになんでそこでしゃがむかな。逃げろと言ったよな、俺は。なぜそこでしゃがむ。ペラペラソースがけになっちまうぞ、お前。え、どういったクソガキ。鍵あいつが持っとったんな。で、ここからアシュリー編な。アシュリーへの風当たり強すぎかなとは思ってるけど。おい地獄の豪華に焼かれるがよろし。はい、追い打ち。二度漬けな。ペラペラソースの二度漬け。ペラペラソースの二度付きはご遠慮ください。アシュリーフレイム!ほら!地獄の豪華に焼かれるがよろし。なんかしたけど、アシュリーはアシュリーでアタッシュケース持ってんのか。四角い石板。全く記憶にね。あ、それでここ使うのな、これ。俺、これ結構苦手やった記憶あるぞ。オッケー!サラザール家の紋章。お宝。蛇のオブジェはここにあんのか。さあ、動き出してしまいますね。動きを止めたりとかないけど、動きを止める必要もない。いかにもちょっと今からやります、みたいな。で、ちょっとここでサービスショットを入れていくと。いらんサービスが多い。もうマジアシュリーのパンツとかいらんと俺。でも20歳やったらもうちょっと大人なパンって履いてるような、普通。いや、こんなもんか。ところどころアングル狙ってるよな、これ。あ、もう狙ってる、狙ってる。ギリギリのところを攻めたね、今。これで合流かな?リオン!リオン!You did good. I'm sorry if I was... Oh, don't worry about it. Come on, let's move on. その自分の子供なところを食いるみたいなシーンあったやな。ちょっとずつ成長が描かれてて。原作の方もええかもね。めっちゃ上から見せんやけど。You're nothing but an extra in my script, so don't get too carried away. Your biggest scene is over. I don't ever remember being a part of your crappy script. Well then, why don't you show me what a first class script is like through your own actions? リメイクやったら、最後の決戦の時にあるセリフやねん。ならば俺自身のことで一流の脚本ってやつを見せてやろう。いやもうさすがにさ、もう動画一本撮り終えたぐらいの疲労感溜まってんやけど今。まだまだ尺足んねえからな。あ、ここであれや。あのトロッコがあるわ。ここで待ってるわ。これなんなん?どういう仕掛けで動いてんの?不安定すぎるやろ、あれ。絶対俺乗りたくないわ。ファイヤーゾーンはもうファンタジーすぎるから消されたんですよね。これが最後のレリーフか。なるほどね。クレイトスさんが操縦してるぞ。まあ、クレイトスさんを倒せば?ドラゴンも止まりますよと。なんでそこも壊れんねん。で、お宝出てきますよと。さすがにお前らも半袖なんや。ちょっとクールビスになってる。あっつ!ここ大丈夫やろ。あ、イケボ生主や、イケボ生主。えらうっせい!あ、お疲れ。やるたんびにご褒美出てくるの、これなんの?お前セクシーカッターで倒してやろう。ほら!どうだ、セクシーカッターの味はよ。俺の前に入ったシーンでお前の負けなんだよ。これ、手榴弾でも投げ込んか?炎には炎。火には火を!これダメなんすか?今、完全にいったじゃん。いけず言わんとさ、うまい具合に投げ込んだらよくない?
ちょ、お前見せろ奥を。ここです。あーなんでやねん、もうめんどくさこれ。あ、やったわ。時代を感じるわ。これでレリーフが全部揃いましたよと。こんなとことはおさらばや。ごめん待った。これこっからサラザルロボちゃう。いやまだか。地下に落とされるイベントがあったはずやから。え、すげえクリスタルの騎士おる。ここサラザール家の技術ってすげえ。ここにあったんかいな。これもしかして城に入ってから全部揃う感じやった？絶対これ城に入ってからでも宝石取れる流れやったやつや。やってるわ。うわ、これあれやん、天井のやつや。さっきやっとこう。ドッキリ大失敗でこれ。I think you've lived long enough. Let's see if you can survive this. 行ってもらいましょうとかドスケビやな。残念ながら仕掛けは先に破壊させてもらってるぜ。動くんかーい。 No! No! そうなんですよね、さっき仕掛けはもう破壊してるんですよね。ドッキリ大失敗だ。お前前にやった時もやったな。今思い出したわ。あ、ほんでこれあれや、覚えてる、ここで。またなんかちょうどいい具合にお前だけ分断されるんよな。そして出てくるドリル、ダブルエントリーシステム。これグレン・ラガンにオマージュ受けてるっていうのは結構有名な話なんですね。まずシモン倒して次カミナ倒すと。いや、ほんま突っ込みどころしかないな、このゲーム。よくもまあこんなもんまで用意してきたで。その心意気だけは褒めてやろう。これなんて読むんやったっけな、キサキじゃないよな。まあそういう系の意味のやつな。俺にはまだショットガンが100発も残ってるんだぜ、バカ野郎。ほんでここにすかさずセクシーカッターを立て込んでいく。で、ここに祝福の灰とやら置こうか、ほんなら。もったいぶった城やな、ほんまに。なんか嫌な音すんねん。なんか嫌な音せえへん。ああ！お前いたの？今、なんなら一番びっくりしたわ、バイオ4で。だいぶ煮詰まったペラペラソースの音がするわ。煮こごりペラペラソースやん。うわ、これか！ノビスタドールの巣みたいなやつ。プレデター視点。やっぱりさらわれる、アシュリー。何回さらわれんねん。もう終わりやろ、あれ。知能ない奴にさらわれたら終わり。この飛ぶ方は透明じゃないねんな、確か。やめろ、この野郎！暗い！セクシーフラッシュ！そんなこと言ってる前に、まず、これを操作しといて。てかさ、スーって壊されへんかったっけ？なんでそういうことなってんの、これ。設計ミスやろ。もう下ろしてもうたら戻されへんからな。これは設計ミスやな。なんかへばりついとるやん。これ壊れるはずやで。あ、壊れる壊れる。うえ、気持ち悪いね。あ、本なら宝石が出んのか。さあ、ブルー来い、ブルー。ブルーやったかな？ブルー、あ、ブルーブルーブルー。こいつ透明化能力なかったらガチで雑魚すぎやろ。オッケー、完成や。輝く原稿帳のランプ。オッケー、てなわけで、じゃあとりあえず今回こんなとこで。いや、今回も取れ高らしい、取れ高なかったな。おもろいこと全く言わんし。なんかやり直せばやり直すほど突っ込みどころばっかりやな、このゲーム。まあそういう B 級感がこのゲームのおもろいとこでもあるんですけど、まあ次回あれかな、ベルデューゴとかサラザールロボまでやっていけるかなって感じですね。いや、次回さすがにね、白編クリアまでやっちゃおうかなと思います。てなわけで、とりあえず今回こんなとこで、今回最後までご覧いただいた皆さんどうもありがとうございました。てなわけで See you next time、 バイバイ。次回まだ遊びに来てな。ほな。